はい、下克上フリーターです。今回はね、都の省庁、香川県の都の省庁というところに行きたいと思います。都の省庁はですね、香川県の瀬戸内海の小豆島のだいたい上半分と、それから左のね、手島っていう離島やその他いくつかの島を持つ町です。この都の省庁は人口1万人ぐらいで、ギネス世界でもね、認定された世界で一番狭い海峡があったり、それから特産品が手延べそうめんとかね、そういったものがあります。またエンジェルロードとかね、非常に景色が綺麗なところも多くて、本当に結構島ではあるんですけど、そこそこ大きくて、そして都の省庁っていう港が主な小豆島の玄関口となっています。それではどんなところか、観光スポットとかね、中心に見ていきたいと思います。はい、ということでおはようございます。下克上フリーターです。今回、小豆島に来てね、最初のところ都の省庁に来ました。では都の省庁の、ここはね、エンジェルロードと言われるところです。なんかね、恋人の聖地らしくて、非常に名勝が見れる、なんか島までね、こんな感じで砂浜っていうかね、なんかあるらしいんですけど、満潮になると通れなくなるらしくて、午前中じゃないとね、もう満潮始まっちゃうらしいので、今のうちに行ってみたいと思います。はい、ではそういうことで、はい、エンジェルロードがね、見えてきたんですけれど、残念ながらね、道潮です。本当にチーンって感じですよね。本当にまさしく近くて遠いっていう言葉がこれほどふさわしい場面はそうそうないでしょうね。いや、向こうには行ってみたかったな。ちょっと曇りでしたしね。はい、ということでですね、残念ながら、潮に満ちておりまして、向こうまで渡れなかったんですけど、せっかくなんで約束の丘っていうところまではね、ちょっと行ってみたいと思います。あいつ午前中だったら行けるっつってたじゃないか。まあしょうがないですね。ということで丘を目指していきましょう。はい、ということで、やってきました、恋人の聖地でございます。ここにね、私ぼっちでいるんですけど、お、これがエンジェルロードですね。こっから見た方が分かりやすい。引き潮の時に、ここの道が陸になって、というか海面からぴょこっと現れるわけですね。じゃあせっかくなんでぼっちですけど、面白そうなんで鳴らしてみたいと思います。はい、といった感じです。思ったよりちょっと響かない感じだったんですけど、それよりはね、この波の音が、緩やかな時間をね、感じさせてくれます。そして貝殻のね、とか絵馬みたいなハート型の、木札というんでしょうかね、になんかメッセージがね、それぞれ書かれてます。あ、俺もなんか書けばよかったな。下克上フリーターエンジェルとのコラボですみたいな。あ、でもいい眺めですね。あ、ここはなんかあるんでしょうかね、また向こうは神社か何か。はい、ということで、残念ながらね、道潮で渡れなかったんですけど、エンジェルロードは、この辺で、後にしたいと思います。はい、ということでご覧ください、こちらがドフチ海峡です。世界一狭い海峡なんですけど、どう見てもね、川にしか見えないですよね。
ただよく見るとね、海水っていうのはわかるんですけれど、もう本当に一応ね、この右と左で島として独立してるらしいんですけれど、どこもねこうやって橋がかかっているので、もう実質陸続きにね、近いようなね、感覚を覚えますがね、一応立派とした海峡ですので、やっぱ海峡といったらドーバー海峡とかね、津軽海峡とかのめちゃめちゃ渡るのに、ね、時間かかるんですけどね、もうこんな海峡だったら船はいらないですね。横断証明書っていうのも役場の方で行くと発行してくれるみたいです。はい、ということで、でもギネスブックに認定されるっていうことだからね、それをきっちり売りにできるって書いてますしね、ギネスブック認定って。ということで、このドフチ海峡の近くにある殿庄町役場に来ました。ここでね、いつもの通りチェックインをねしていきたいと思います。市町村制覇の旅も、いよいよ、ここで7個目ですかね。ではタップしていきます。小道郡殿庄町チェックイン完了ファースト。はい、ということです。はい、ということで、朝ごはんをね早速食べたいと思いまして、オリーブのね手延べそうめんをこの銀四郎というお店で、食べていきたいと思います。ここも港からね歩いてすぐ3分ぐらいかな、そのぐらいのところにあるね、かなり便利なところです。しかも朝10時からやってるというね。はい、ではね、これが本当に美味しくてね、オリーブのね、なんとなく風味っていうのがね、あります。ちょっと今日はね寒い日だったんですけど、それでもね本当に美味しいのでね、全然冷たくてもいけちゃいます。これは真冬でも全然美味しいと思います。それからね、この椎茸とニンニクが入ってあるオリーブを足すことによってね、こちらですね、より風味が増すらしいんですよね。早速かけていきたいと思います。この麺つゆに直接ねオリーブをかける、オリーブオイルをかけるっていうのはね、なかなかちょっと最初戸惑ったんですけど、はい、この椎茸とニンニクのねエキスが入ってまして、これでまたコクがね深まるんですよ。ではちょっといきますかね。少し油ぎっしょにね、なんとなくラーメンのねような風味がね若干ほのかにね感じられて、すごい美味しくなりました。ここぜひ行ってみてください。はい、ということで、長子系の、日本猿群という標準を見て令和5年2月とあるんですね。つまり、1ヶ月前にこれができたということで、めちゃめちゃ新しい。もしかして指定されたのは昭和32年とありますね。ただこの案内板については令和5年2月ということです。ここは長野みたいに猿がメインなんですけど、イノシシやシカもいるみたいなんでね、気をつけていきたいと思います。はい、ではね、お猿の国に着きました。ゲートから歩いてだいたい3分から5分ぐらいですね。入場料450円かかるので注意が必要なんですけど、この後も考えることも考えるとね、450円かなり妥当なのではないかなと思います。今のようにお猿さんがね家族団らんを過ごしていたり、友達なのか恋人なのか分かんないんですけど、毛づくろいしたりね、なんか楽しそうにねとにかく過ごしています。そして道端にもねこうやってぴょこんとね、なんか土を掘っているのかな、何かやってますね。手の動きとか見るとね、なんかやっぱり人間と同じ仲間なんだなっていうのをね感じますよね。霊長類特有の動きというかね。はい、そしてやっぱりちょっと獣のね匂いがね少し若干しますね。それとなんかクジャクもね飼っているんですよね。もちろん檻の中にいるわけなんですけど、クジャクがなんか求愛を意味で羽をめちゃめちゃ広げるっていうねポーズも見れまして、ちょっとねこのビデオカメラに収めることはできなかったんですけど、それもまたね見れたらいいんじゃないでしょうか。こうやってお猿さんたちが屋根の上でくつろいでいたりとね、結構面白いですね。そしてこの先他のお客さんがなんか餌を買ってそれをあげてた関係でね、結構人間にちょこちょこくっついてついてくるっていうね猿もいまして、本当に微笑ましく可愛いらしいなと思いました。僕は餌あげなかったんですけどね。
銚子渓自然動物園とあります。では銚子渓のメインはね、この後になっていくんですよね。ここからさらに少し険しくなりますが、歩いて10分ぐらいすると、はい、足場が悪いところもありますが、こうやってね、景色がめちゃめちゃいいところにたどり着きます。そして奥にはね、展望台もありまして、そして小豆島大観音が見えてまいります。いや、いかにでかいかがよくわかりますよね。本当にどうやって作ったんだろうって、それもね、昔の技術で作ったっていうのは本当に興味深いですよね。いや本当に、昔の人の技術とかね、その根気とか発想っていうのには本当脱帽ですね。非常に尊敬してまいります。自分にはとてもじゃないけどできないです。本当文明の利器に頼りまくってる人生ですからね。そしてここが展望台になります。展望台まで来る間ね、ちょっと左の方気をつけないと本当に転落するかなっていうぐらいね、結構スリルがありますので、くれぐれもね、ヒールだとかサンダルで、来ないように、気をつけてもらいたいと思います。そして、お子様連れとかね、足が悪い方がね、来る場合も本当に気をつけてくださいね。そして、下の駐車場がもうずっと下に見えますね。こっからここまで歩いてきたんだなっていうのが実感できるかと思います。そして360度広がるパノラマですね。そして、山脈から、尾根を、見渡せるね、最高の、パノラマ絶景ですよね。では、今回、向こうに見えるのはね、小豆島町かな。次は小豆島町の方にね、行って、小豆島の、2つの町は、制覇となりますので、また、近日中に小豆島町の様子も動画で上げるかと思いますので、そちらも合わせてご覧ください。はい、では殿省庁本当にありがとう。どうも下克上フリーターでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いいたします。